だね。かっこいいのが欲しい。男のステータス貫通したよ。どうも、ハッパクでーす。いやー、ハッパク、欲しくて欲しくてたまらないものがあるんですよね。なので作っちゃいます。ということで今日のタイトルはのーりー、うーつぎからキセルを作るです。のりうつぎのキセルってかっこいいんですよね。なんか男のステータスって感じするんですよね。アイヌの人がですね、よく昔作っていたそうで、博物館で見たんですけど、超かっこいいんですよね。欲しい欲しい、かっこいいのが欲しいって思ったんで作ることに決定しました。それでは作っていきます。見てー、これがのりうつぎの枝でーす。こののりうつぎの枝はですね、図鑑とかネットとかではですね、枝の中がね空洞って書いてあるんですけども、全然空洞じゃないんです。びっくりした。こののりうつぎの真ん中にはですね、柔らかい髄っていうのがですね詰まってるんですよね。なのでこの髄を取ってキセルにしていきたいと思います。それではまずいい感じの場所を探していきます。キセル作るところっていうのはここら辺を切りましてですね、吸うところ作りたいと思います。口をつけるところで、ここ上に上がってる部分、ここですね、お皿の部分にしたいと思います。そんな形で切ってきまーす。荒削りできました。こう吸う形でございます。次この柔らかい髄を取っていきたいと思います。それでは熱した針金でこの柔らかい髄を焼いていきます。見てみたいと思います。おお、簡単に焼く、簡単に焼きました。簡単に、思ったより早い作業だ。これ早く終わるぞ。これはー、見て、こんな入ってる、ここにしよう、見て、今大体こんだけ入ってますね。あとちょっとですね、次このお皿の部分をねちょっと攻めていきたいと思います。あとちょっとだと思うんですよね。見てわかるかな。熱っ、ここほらいい線来てると思うんですよね。もうちょっとこっちから攻めたいと思います。なんかちょ待ってよ、これ貫通したかもしれない。これほら煙出てんだ、煙出てきた、貫通したんじゃない。これちょっと待ってよ、貫通したよ。おい、これいいじゃない。次はですね、皮をでちょっと取りたいと思います。ペリペリ取れる、ペリペリ取れる。はい、皮むけたらですね、次ヤスリたいと思います。240番のサンドペーパーで磨きます。次1200番のヤスリで磨きます。光り始めたっすよ。よし、ある程度もうツルツルだ、ツル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 、すーごいやすられて光っておりますよ。これでは次ちょっとお皿の部分作っていきたいと思います。取ります。彫刻刀なんていつぶりだこれ。見てこのお皿、いい感じじゃないですかこれ。はーい、完成です。これいいでしょう。これ皮がえぐれてるような感じになってるね。かっこいいでしょう。ここら辺がちゃんと、ここお皿もありますね。ほんで見てよ、この世界に一色しかないような、なんか雑種みたいな色、すごいいい色してますよ。でこれちゃんと穴通じてんのかっていう人ねいると思うんで、実験してみますね。これね、ちゃんと通じております。でね、皆さん思ってると思いますけども、なんでタバコ吸わないのってね、ハッパくんはタバコを吸わないんです。なのでこれなんで作ったのってね、なってるんですけども、かっこいいからでしょ。
ていうことで今日の感想は乗り移りから着せるわ。誰でも作れて世界で一つだけのやつ作れるです。ただかっこいいから作っちゃったということなんですけども、今度ですね、発火能という発火の結晶をですね、ここに入れて吸うというね、禁煙器具としてね、よくあるんですけども、パイプってありますよね。パイプをね、実際このキセルでやってみたいと思います。これでね、いいんじゃないかなと。葉っぱくんだってタバコ吸わないから、知らないでしょうけども、タバコ吸わないから葉っぱくんは。これ作ってみてね、本当にかっこいい、いびつなとこがあったり、もう世界に一つだけ、しかも肌触りがいいし、なんか丈夫。ぜひね、タバコ吸ってる人がいるんであればやってみてください。超楽しいですし、自慢できると思います。居酒屋とかで吸ったら、おい、何吸ってんの、おいってなって、もうあなたはヒーローでございます。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなっていう人はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。